ハロー、YouTube、おさきんでーす。はい、今日も山岡屋さんお邪魔しております。今日は山岡屋 B セット、より楽しむ方法ということでお届けしていきたいと思います。いろんな方法があります。まあ皆さん薄々分かってるかもわかんないんですけどね、最後まで見ていただくとより分かると思いますので、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。着ドーン。それでは行ってみよう。今日は塩ラーメンで B セットになります。スープうまいな。ストレート麺うまい、熱々です。まずはほうれん草、コーンは半分残しです。これはね、前に実証しているものなので、今日ね試していきたいと思いますよ。まあこれはね多分間違いありません。では餃子を2個ですね、スープに出していきたいと思います。初期の段階からね入れることで、最後ねスープをよく吸った美味しいスープ餃子になります。餃子からのご飯うまい。山岡屋さんのラーメンみんなね熱々なんですけど、お先の気のせいかも分かりませんけど、塩ラーメンがなんとなく一番熱々が続くっていうイメージです。しみしみのりからのと思ったら、あーほうれん草だった。のりこんな感じですね。うまいに決まってる、うまいに決まってる、うまい。餃子からのしみしみのりからのご飯、最高だな。最高。コーンほうれん草スープもうまいです。半分入れ効果が出ておりますよ。腕まくりをしてほうれん草ストレート麺。あーだんだん熱くなっちゃってますよ。熱い。コーンスープは美味しい。しみしみほうれん草からのチャーシュー、こんな感じですね。うまい。はい、それではスープ餃子いってみましょう。中盤ぐらいにね、食べることをおすすめします。美味しいですよ。なかなかね麺が入っていかないんですよね。熱々です。やけど気味にね、なっておりますね。大変な感じですけど、それがねうまいんです。いいんです。しみしみ餃子
からの、しみしみほうれん草からの、しみしみのりからのご飯。これはいいね。山岡屋 B セットをより楽しむ方法ということでお届けしてまいりました。あー楽しかった、あー美味しかったということでね、まだまだ試せるとは思うんですけど、これも本当美味しいです。皆さんもね、いろんな、俺はこんなのあるよっていう人いるかもしれませんけど、最近頑張ってますよね。少し進化してると思います。皆さんにねご紹介できるほどのものではないんですけどね、楽しく食べましょう。なんかアフレコしててみんなうるさいからもやめろっていう人もいるんですけどね、もうこれからもねガンガンやっていきます。これがねスタイルなので、はい、山岡さん美味しかったです、ありがとう、ごちそうさまでした。ハロー YouTube、 はい、おさきんです。はい、おさきんチャンネルではですね、毎日ラーメン食べ歩き乾杯、乾杯ライブの方もやっております。リフォーム関連のショールームへ行ってみた動画なんかもやっております。これからもいろいろ頑張ってきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。